ございます。おじさんです。パチンコなんだね。追い込みかどっちかなと思ったけど、グラスワンダーさんでやってみます。2代目怪物娘でございます。まあ2歳か今。マーステージ1、おじさんびっくりしましたからね。この人のスピード見てから、まさにマルゼンスキーの再来とか言って大騒ぎになりましたよね。古い平成のことの話か。強くなる予定だったんですけどね、故障したからですね。今でもどっちが強かったんかなとか言って、故障しなかった時のグラスワンダーとやるコインのファーストどっちが強かったのかなって未だにですねふと思うことがあるおじさんでございます。これの適当グラスワンダーの方があるのかな。あれも長距離になってますね。これ見たら3番人気です。とにかくどっちをまとは騎手がどっちを選ぶのかなっていうのでなんか騒いだような記憶がありますね。グラスワンダーとエルコンドルパーサー両方とも乗ってましたからね。まとは騎手、あ、で折れた。でもまあこの世代強かったよな、後で考えても。スケちゃんいたし、セインスカいたし、キングヘイローに、あとエルコンドルでしょ。あとねえ、誰がおったんだろう。エアサカールかなんかおったんかな。その前と後ろも強かったですからね、割と。マルゼンスキーの再来と言われた彼女ですが、さてどうなるか。まあ強かったもんな。でもエルコンドルもあれ今3歳って言うか、3歳で出たら実際分かりませんでしたからね、凱旋門賞どうなってたか。あ、負けた。あれ負けた。あれれ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 れ、まあいいですけどね、次で取ります。ご視聴ありがとうございました。